ただいま今帰ってきました。こんにちは。こんにちは。なんでこんな格好してるんですか？体育着だからです。あわりチャンネルって書いてればいいんだけどね。バリバリ本名書いてあるのでこの格好で失礼します。モザイク大変なんで。そうそう、バッとママ今かけたんだね。はい、はい、ちょっと暑いんですけど、はい、今の時刻はだいたい6時15分くらいです。今日部活があったんで、もう今帰ってきてすぐ撮影してるんですけども、まあこんぐらいの時間でございます。このあとですね、塾があるので、部活と塾があるルーティン過ごし方、まあそういうの撮っていきたいと思います。まあね、塾までねあと1時間ちょいぐらいしかなくて、家出るのが7時30何分とか、まあそのぐらいに出るのってちょっとやばいんですね、うん、今日ちょっと部活遅かったですね、帰ってくるのね、うん、まあとりあえず急ぎましょう。はい、で夜ご飯食べてから行きます。お腹空いてるんで。じゃあとりあえず急いで着替えてきてくれる？なんかのトレーナーとかでいい？でもいい。名前さえ書いてなければ。あ、じゃあこの格好でパッて出しちゃう。じゃあ着替えてきます。はい。お、着替え完了しましたね。はい。はい。で、もうご飯です。今ね、6時半です。はい、やばい。はい、やばい。速攻食べてください。はい。はい、今日のご飯は、じゃじゃん。ハンバーグと、マカロニサラダと、トマトブロッコリーと、レタス。あとポテト、ポテト今揚げたから、揚げたてだから熱いからね。よかった。あとあおちゃん大好き明太子とご飯と、あおちゃんが大好きな納豆汁にしましたよ。はい、はい、どうぞ。いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。ハンバーグ食べたいんですけど、うん、誰のやってやらかいんだよ、これいつもね、こうやってね、パパが甘やかってさ、育てたからでしょ。はい、自己責任。はい、とりあえずこれでどうぞ。いただきます。はい、うまい。うまい。え、見て、可愛くないこれ。ぶら下がってんのよ。ほんとさ、可愛いよね、それね。100均だった気がする。違う、あのね、なんとかっていうお店の300円ショップみたいなやつ。大丈夫、熱くない？平気。うまい。うまいわ。うん、部活と塾両方だと忙しいね。ね。でもさ、部活もさ、うん、あとちょっとだもんね。そう、3年生、うん、あ、ご飯が熱い。ご飯が熱かった。炊きたてだから。うん、熱かった。うん、ニコジタなので。そうだね。もう運動部の子は大体終わったんだもんね。うん。急いで食べてる、偉い。吹奏楽部がすごい忙しそう。あー、そっか。誰の学校なんか強いらしくて。うん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 。10月とかまであるらしい。おー、大変だ。勝ち進んだよね、大会とか。うんうんうん、強いと強いでまた大変だよね。そうだね。しかも受験勉強あるし。うん。あ、じゃあね、高校もやるっていう子結構いるんじゃない？うん、私の友達高校もやるって言ってた。あ、本当に、うん、すごいね、かっこいいよね、そういうのね。うん、カスタネットのはできるけど、リコーダーはできない。うん、そうだね。うん、何時もね、多分7時ぐらいまでに食べようかな、やつだね。よかった。で、あとご用意してさ、うん、行かなきゃいけないからね。うん。頑張れ。はい、はい、じゃあ食べてくださいな。はい、はい、もう落ちた。あ、じゃあ何、なんかまあまあまあって言ってたけど、何、え、何何、マヨネーズ取ろうとしたら、うん、ハンバーグ、うわこれ、うん、すぐ着替えてください。落ちなくなっちゃうから。よかった。半袖着とけばよかった。え、超汚い。もう隠して。急ぐとこうだね。じゃあすぐ着替えてください。はい。はい、着替えた。はい。食べたい。ね。今ね、6時53分。うん、マヨネーズがそっちにあったのが悪い。ママのせいか。そう、かけてくれなかったから悪い。そうか、それ申し訳ない。うん、
じゃあと10分ぐらいで終わりそうだね。よくいい、うん、よく食べれたね。うん、超お腹空いてる。まあ、うん、多分足りない、普通だ。本当食欲やばいんだよね。なんか最近お腹空いちゃう。うん。でもよかった、ご飯ちゃんと食べてくれて。うん。そういえば今日弁当だったよね。うん。ごめんね、キャラ弁じゃなくて。超至って普通のお弁当でした。でも全部食べてくれたね。うん。ありがとう。うん。美味しかった。うん、とにかくよかったよかった。ごちそうさまでした。はい。あ、全部食べれた。うん。おー、すごい。ありがとう。はい。今は7時6分。あー、大変。あと30分です。はい。おかえり。お父さんのおかえりだ。ただいまじゃなくておかえり。パパが帰ってきました。おかえり。住み慣れた我が家に花の香りを添えてリフォームしようよ。もう、はい、じゃあちょっと急いでご用意しましょう。はい、はい。今日寒くない？うん、これ薄いから着がんふん。あ、本当に？うん。でもさ、塾での中では暑いんじゃない？なんかもう上着着ててもいいよ。お腹鳴ってましたよ。お腹空いてて消化中だから。うん。着替えた。うん。今日何回も着替えてるね。うん。寒かった意外にあれ。うん、お弁当箱持って帰ってきたって。うん、持って帰ってきた。2つ持って帰ってきた。よかった。何で2つか分かる？忘れてきたから。そう、昨日ね。昨日忘れてきちゃったの。パパお弁当って忘れさせてたね。完璧忘れましたって言われた。暑い時期じゃなくてよかった。本当だよ。今さ、雨降ってるからちょっと寒いじゃん。うん。ちょっと暑い日とかじゃなくてよかった。ね。それでさ、ちょっと残ってたりとかして終わりだよね。大変だ。急いで食べたからさ、うん、中びっくりしちゃったんじゃない？わーって？そう。なんかね、横から見るとそこのね、隙間のおはげさんが。ひどっ。パパに言ってくんな。なんでそういうこと言うのよ。はい、じゃあちょっとシチューなのね、バッグに入れてね。はい。はい。ちょっと、おいさん。何？すっごい時間のないさ、うん、忙しい時にさ、うん、なんで腕袋の中身変えてんの？いや、モチベ大事よ、そういう。何をしてるのよ。でも今いつも学校で持ってて筆箱めっちゃあるから私。大事よ。じゃあ今度塾に持ってく筆箱の中身紹介しますね。あ、そうだね。うん。ゆみちゃんからお土産でいただきました。ありがとうございます。ちょっと3回いただきました。いいね、かわいいね。うん、入れた。できた。うん、今何分ですか？30分。おー、あと5分です。よかった、間に合ってね。はい、じゃあこれから塾頑張ってきます。頑張れ受験生。受験終わっちゃえばね。うん、ね、終わっちゃえばって、まだ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 先よ。頑張ってくださいな。はい、はい、部活と塾がある日の、ま、ルーティン一日はまあこんな感じでした。まあ、めちゃめちゃ忙しいですね。バタバタだったね。はい。じゃあ行ってきます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてTwitter、Instagram、TikTok、アオリゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。